はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は米田が激断ということで長崎2試合連続で劇的勝利飾る勝利ということになりました。そこの、琉球対長崎のゲームマッチレビューやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、いやあそこに米田がいたんですね。そしてその前村松選手、あそこよく入れ替わりましたね。あそこちょっとやっぱ村松選手がまあこれね完全に入れ替わった時にもう勝負ありって感じが、しましたけれども、そこに飛び込んできたのがまあまさかの、米田ということで、これ長崎2試合連続でアディショナルタイム後半の得点で勝利ということになった。さあこのゲーム振り返っていきましょうということで、こちらはメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話をしております。よかった動画概要欄からサブチャンネルもよろしくお願いいたしますということで、まず両チームスターティングメンバーご覧の形となりました。まあこれね、琉球も監督変わったりとかして、でなんか暗号通貨でこれ外国人選手、取ったとかね、いろんな話が、出てきてるんですけどもね、まあ確かねこれ、今年の決算ですかね、琉球のですね、その時も話題になりましたけど、この琉球は暗号資産を使ってなんか10億円ぐらい、資産を確保したっていう話があったんで、これうまいこと活用しているんじゃないか。まあ確かにこれ暗号資産とか言うとね、なんか変なイメージがもしかしたらあるかも、知れませんけども、いやこれは僕はありじゃないか、新しいこれ、資金調達というか、まあ、クラブの運営方法としては僕は全然ねこれ、まあ、ルールの範囲内であれば問題ないと思うので、ちょっとそういう意味でも今後、琉球の夏の補強とかはね、気になるところでありますけどもね、そして、ね、長崎でございますけども、今年の試合ご覧のような形ですね、まあ前回決勝ゴールを挙げたクリスチャノ選手、この試合をベンチスタートと、なりました。右にはこの試合奥田選手が入ってさ、このゲームでございますけれどもさ、試合結果こちらでございますね。琉球長崎1対2ということでございますね。まあ、これ、奥田選手、米田選手のゴールで長崎2得点決めて、勝利ということになりましたね。これ奥田米田ってなんか名前似てますね。奥田選手の奥の字にはこれ米っていう字が入っているんで、まあこれ奥田米田似てますね。そして、あと高野俊也ということで、この辺もなんか似てる感じがして、まあ僕はそこ、非常にくだらん、どうでもいいとこかなと思うんですけどもね、しかしまあこの奥田選手、米田選手ですね。まあ、米田選手に関してはずっと長崎のサポーターからまあ期待を、されつつも厳しい言葉が1年ぐらい前までは飛んでいたんですけども、いやもう米田選手本当長崎の中心選手になりました、ね、それは本当僕は個人的に、まあ、非常に嬉しいです。やっぱりこう昨年までは、ね、何かと批判されがちな、米田選手があったんですけど、今年は本当これ、チームを、ね、これ引っ張る存在として非常にこれ活躍しているんで、今後、活躍期待ですし、あと奥田選手も今年、ね、期待されながら、加入したんですけど、そこに今クリチェノ選手が入ってきたんで難しい時期を過ごしていたんですけど、いやこの試合先制点、あそこしっかり、まあ、反応することができたんで、まあ、得点になったんで、今後期待していこうと思ってますけどもね、はい。そして、前半レビューということで、まあ、前半まず琉球のミスを逃さず何回かチャンスメイクありましたね。これもちろん自分たちでチャンスを尽くしもあったんですけれども、この琉球の選手のパスミスとかこの、ズレンとこうですね、琉球のこの組み立ての部分でなんかうまくいってない感じがしたんですけどもね、そこをしっかり狙っていました。そして、まあ、エジカル選手の惜しいシュートもありましたし、あれも途中でインターセプトしてからもうそのままシュート打ったんですけど、そこ最後、まあ、ゴールキーパー田口選手に抑えられてはしまうんですけども、ね、そういう、まあ、僕は全体的にこの試合に関しては、まあ、琉球のミスは確かに多かったんですけれども、この琉球のミスをしっかり見逃さない、そこの集中力、まあ、何か自分のところで起きるんじゃないかとかね、そこの、まあ、琉球の選手のミスとかそこら辺を逃さない集中力というのは結構評価すべきじゃないかと思いますけれどもね。で、まあ、課題のセットプレー前半結構ヒヤリっていうのがありましたね。まあ、シンプルなクロスですね、セットプレーのクロスに対して1人選手が抜け出して、まあ、ヘディングシュートまで持っていかれるシーンがあった、あれちょっと怖かったんですけれどもね、まあ、というので、まあ、課題やっぱこれセットプレーの守りというのは長崎の課題感じが、改めてしましたけれどもね。でコーナーキックですね、長崎の選手が競り勝った後にもう一人の奥田選手がそこにしっかりいて、まあ、決めるということでね、まあ、奥田選手いいとこ、ポジショニング取ってましたね。非常に良かったと思います。やっぱあそこをねしっかり自分のところに転がってくるんで、転がってくると自分のところにボールが流れてくるんじゃないかとかね、まあ、そういうところも含めてですけれどもね、しっかりそこの、何か感じることができていた、そこで奥田選手がしっかり反応することができたんで、まあ、先制点が決まるっちゅう話でございますね。逆に、まあ、長崎の場合
だからね、課題のセットプレーって守備のとこ言われていますけども、ね、まあ、逆にこのセットプレーから得点をすることができたんでね、やっぱりこうこれから暑い季節に入っていくとなかなかこれ、体が動かなくなって運動力が落ちる試合が増えていくと思うんですけど、やっぱそういう試合ではこのコーナーキックとかセットプレーからの得点というのは一つまあ狙い目になってくるんで、まあ、今後に向けて大きなこれ、コーナーキックからの得点だったんじゃないかと思いますね。で、あと前半のスタッツで見ていくと9本シュートを長崎が放ったんですけどもね、前半9本のシュートのうち枠内が7本飛んでいたという話でございますんで、これもやっぱり、ポジティブな要素ですね。まあ、どうしてもやっぱりさ、とりあえず枠内に飛ばさないとですね、これ得点の、可能性というなかなか広がらないんで、このやっぱりこうね、枠内、まあ、本当9本中7本がしっかり枠に飛んでいたんで、あとはまあシュートコースとかそこら辺になってくるんですけどもね、ちょっとやっぱこれ前半のまあスタッツ見ていても、ポジティブなデータが流れてきたんで、僕はそこちょっと嬉しかったですけどもね。はい、そして、後半ということで、まあ、しかし、ま、やっぱセットプレーですね。まあ、2試合連続ですか。まあ、セットプレーからの失点ということで、まあ、あそこに関しては、トリックプレーで準備してきたものなんで、まあ、琉球が1枚上であったんで、あれはね、難しいですよね。同じ、ま、セットプレー。まあ、前回のこれ、栃木戦でもセットプレーからやられてはいるんですけど、なんかちょっと、ま、意味合いは違うのかなっていうのは、あります。あそこはしっかり、ま、デザインしたセットプレーではあったんで、ま、琉球が1枚上と考えた方が、まあ、これはちょっと、サポーターからしても幸せというかですね、まあ、琉球が上だったよねって考えた方が僕はいいのかなっていう、まあ、シーンでありましたけれどもね。で、決勝点の場面ですね、まあ、で後半アディショナルタイムですね、まあ、決勝点のシーンに関してあそこの村松がよく入れ替わりましたね。あそこで入れ替わって本当勝負ありって感じがします。本当、クロスの質も高かったですしね。でそこにまさか米田が飛び込んでくるたっていう感じがして、誰が決めたんだろうって最初思ったんですけども、本当完全にダイビングヘッドでしたね。完全に宙を舞っていたあの米田のゴールでございましたけれども、ね、やっぱあそこにサイドハーフとかサイドバックの選手、まあ、本当サイドの選手がね、あそこにしっかり飛び込んでくることができる、これ本当大きいですんで、まあ、本当米田はねこの試合本当左サイドバックスタートであったんですけどもね、まあ、これ奥井と米田は結構ポジション入れ替えながらやっていたんで、まあ、どっちがサイドバックとかどっちがサイドハーフとかちょっとあんまりこうなかったのかな。本当状況に応じてどっちが降りるとかそこをやっていたんで、僕はこれ米田奥井のコンビは非常に左サイド面白いと思って見ていたんですけどもね、まあ、何にせよあそこにしっかりサイドの選手が飛び込んでくるというのは本当に大きい。やっぱこう琉球もねどうしても最後足が止まっていたというのがあるんで、やっぱりまあ最後気合じゃないですけども、ね、最後まで足を止めなかった米田の勝ちかと思ってますね。で、あとまあだから試合通して2対1で長崎が、ね、勝利をしたんですけど、海家選手良かったですね。この試合は出場時間結構伸びたんですけどもね、こう縦パスを狙ってましてね、結構この海家選手がまあ縦パスを通してそこから展開していくみたいなシーンもあったんで、この縦パスを入れるタイミングも含めてですけども、ね、これは相当面白い。まあ、これもちろんさっきも言った通りちょっと琉球の選手が足止まりかけていたんで、そこの反応というのは、まあちょっと長崎の方が上ではあったんですけども、このやっぱ縦パスを入れるのも結構勇気がいるんでね、このしかもセンターバックの海家選手が縦パス入れてそれをカットされてしまうと、まあ、今度自分がまた守る時間が、ね、できてしまうんで、なかなか難しくなってしまう。自分でピンチを招いて自分で、なんとか対処しないといけなくなるんで、これセンターバックからの、縦パスというのは結構勇気がいるところであるんですけど、そこしっかり狙ってしかも通していたんで、ね、これ、前線の選手がしっかり収めてくれていたんで、まあ、この海家選手の縦パス入れるタイミングと前線の選手が降りてくるタイミング、収めるタイミング、そこは非常に良かったと思うんで、これはやっぱ長崎いない武器ですね。このセンターバック最終ラインからのこれ、縦パスバシッと決めるというのはなかなかなかったんで、これは相当大きい武器になってくる感じがしますし、あとまあ、さっき言った縦パスだけじゃなくてサイドチェンジのパスですね。84分、なんかちょっと僕覚えているんですけども、ね、後半84分ぐらいにちょっとこう体の向きとはちょっと違う方向に、サイドチェンジ、多分奥井選手に、サイドチェンジのパス出した、この右に入っていた海家選手か左サイドのこれ、奥井選手に、まあ、これサイドチェンジのパスが通ったシーンがあったんですけども、ね、あれも良かったですね。多分体の開き方からしてあんまりこうサイドチェンジを蹴るようなモーションではなかったんですけども、まあそこからそのモーション、そのキックモーションから、サイドチェンジするのっていう感じが僕は、したんですけどもね、まあ、そこをしっかり通すことができたんで、この海家選手ね、僕は割と育成枠として、まあ、これ、来年から出てくればいいのかなっていう感じが、まあ、していたんですけど、いや、これは相当大きいんじゃないですか。まあ、もうちょっと体が絞れればいいと思うんですけども、しかしまあこれ、センターバック、まあ、単純なこれ守備力というだけじゃなくて、ビルドアップのとことか、まあ、これ、サイドチェンジのパスを出すことができそうな選手であるんで、まあ、もちろんこれはこれからまた、
見ていかないといけないと思います。まあ、さっきも言った通り、まあ、琉球が疲れが出始めた時間であったりとか、若干オープンになり気味な時間帯であったんで、パスが通りやすかったっていうのもあると思うんですけれどもね、これ、海家選手、しかしも足元、これ、相当うまいんじゃないかと思うんで、これはちょっと新しい色、つけてくれるんじゃないかと思って期待していこうと思ってますけれどもね、はい。ということで、以上、パルプンテ、ジェルサッカーチャンネルのつつんで、よかったチャンネルでございます。さら。